こんにちは、青猫です。今回は、こちら3つ前ぐらいの動画で図案を写した布なんですけど、こちらの刺繍をやっていこうと思います。今回刺していくこの図案は DMC のホームページで、無料でダウンロードできる図案になります。日本語で説明はされてないんですけど、図でちゃんとわかるようになってますので、これが図案ですね、白黒の。で、この3枚目が刺繍糸の色番とか、あと刺し方とか、何本取りで刺すとか説明載っていますので、これを参考にしながら刺していきます。刺繍糸の色は家にあるものを、使ったので似たような色を選んだんですけど、 DMC 以外のものも含まれています。今回使用している布はリネンのピンク色のものです。まずこの花から刺していきます。刺繍糸は、説明の紙を見ると4本取りになっていたので、今回は全て4本取りで刺していきます。刺し始めは並縫いを2回して1針返し縫いをして留めます。で、余分な糸をカットします。ここはロング&ショートになっていたんですけど、刺しやすいように、刺す方向にこんな感じでチョコペンで印を入れておきます。糸を変えるときは裏で 2,3 回裏の刺繍のところに通してもらって留めてから余分な糸をカットします。で、新たに糸を針に通して、で、刺し始めは先ほど留めたときと同じように裏で 2,3 回、こんな感じで糸に刺繍しているところにくぐらせると止まるので、余分な糸端はカットして続きを刺していきます。刺せたので、先ほどと同じように裏で留めたら、次はこのピンク色で刺していきます。ここも4本取りで、刺し始めも先ほどと同じ並縫いと返し縫い1針してもらって留めて、ロング&ショートで刺していきます。今回使った DMC の無料図案を、見つけたんですけど、それまではそういう公開されてるって知らなくて、で、何か DMC の製品、何かの刺繍の道具を調べようと思ってサイトを見た時にたまたまたどり着いたんですけど、すごくね、種類が無料で公開してる図案の種類が多くって、
で、刺繍の図案だけじゃなくって編み物の編み図とか、あとアクセサリーの作り方とか、詳しくは見てないんですけど、いろんな種類の、作り方公開されてたんで、覗いてみると楽しいと思います。で、今回刺している図案はその DMC のホームページの検索のところで、人生って打ってもらって検索すると出てきますんで、一番初めに出てくると思うので、そちらでダウンロードしてみてください。で、他のメーカーも無料図案あるのかなと思って、コスモと、オリンパスも見てみたんですけど、少しだけ無料図案あったので、興味のある方は覗いてみるといいと思います。 DMC と違って、コスモは会社名ルシアンっていうところなんですけど、まあ、コスモ刺繍って検索すると多分上の方にルシアンのホームページが出てくると思うんですけど、ルシアンとオリンパスは、図案の種類少ないんですけど、会員登録なしで使えます。私的にはオリンパスの無料図案が巾着とかそういう小物の作り方プラス刺繍の図案とか刺繍の刺し方とか載ってたと思うんですけど、そちらが可愛かったのでおすすめです。で、刺繍の方なんですが、この葉っぱ部分も4本取りの刺繍糸で、ロング&ショートでっていう説明なんですけど、ストレートステッチをずらすような感じで刺していきます。で、葉っぱを全面埋めてから、このネイビーの刺繍糸で、葉脈の線とあと茎をバックステッチで刺していきます。この刺繍の上からですね、上から刺すときはあまり刺繍糸を強く引っ張りすぎないのがポイントです。強く引きすぎると刺繍糸に埋もれてしまうので、線が細くなってしまうので、強く引きすぎないようにします。で、この黄色の花はサテンステッチです。真ん中から半分ずつ埋めていきます。ここは針に糸を2回巻きつけたフレンチノットステッチを3つ刺します。普段サテンステッチとかロング&ショートは2本撮りとか3本撮りですることが私多いんですけど、4本撮りだと結構ぷっくり感が出て可愛いですね。刺せたので刺繍枠を外して、ずらしてまたセットしていきます。次はこの花にしようと思います。茎部分をバックステッチしていきます。で、この花の部分なんですけど、説明書では真ん中に向かってサテンステッチしているんですけど、ちょっと難しそうなので、私はレセデジステッチとストレートステッチで花びらを作って刺していこうと思います。まず中心から外側にレゼデジステッチを刺したら、覆うようにストレートステッチを1本入れます。これで花びら1つ完成で、あと4枚同じように刺していきます。
花びらが刺せたら真ん中にフレンチノットステッチを入れていきます。次は別の葉っぱの図案で、こちらは中心の葉脈のラインに向かってサテンステッチ斜めにしていきます。で、葉っぱ刺せたらネイビーの刺繍糸でバックステッチで葉脈と茎を刺していきます。次はこの部分を刺していきます。ここは真ん中はバックステッチで、葉っぱ部分はサテンステッチになっているんですけど、そのサテンステッチを先ほど小花を刺した時と同じようにレゼデジステッチプラスストレートステッチで刺していこうと思います。黄色の刺繍糸でフレンチノットステッチを3つずつ入れていきます。次はサテンステッチなんですけど、サテンステッチの時はあらかじめ刺す方向に線を入れておくと歪みにくいので綺麗に仕上がると思います。で、大きめの図案とかは特になんですけど、端から順に刺していくんではなくって、半分とか3分の1に分けて刺していく方がよりサテンステッチが歪みにくくなります。真ん中の茎部分はバックステッチします。刺し終わったので裏で留めて余分な糸をカットします。すべて刺せたので水で図案の線を消してアイロンをかけていきます。仕上がりはこんな感じになりました。いかがでしょうか。刺し方の説明では、この茎の部分はバックステッチなんですけど、アウトラインステッチで刺してもすっきり仕上がると思います。自分で描く図案と刺繍糸の色ではなくて、まあ、今回は結構アレンジしましたけど、決められた刺繍糸の色とか図案で刺すのは新鮮で楽しかったです。ということで、今回は DMC の無料図案を刺してみました。何か参考になると嬉しいです。では最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。